ときめき浜松。浜松が生産量日本一、ガーベラ、ウナ。皆さんこんばんは、浜松市生まれの音町ウナです。この番組では私の大好きな浜松の魅力をたっぷりお届けします。ウナ、今回は浜松で栽培されている生産量日本一の花、ガーベラの話題です。久保さん。はい、うなちゃん。じゃーん、これ全部ガーベラですよ。綺麗ですね。今日は浜松市西区にあります浜松 BC ガーベラにやってきました。浜松市はガーベラの生産量、売上、作付け面積で日本一。その浜松市の中でもおよそ 80% を占めているのが浜松 BC ガーベラ。11軒のガーベラ農家が集まり、様々なガーベラを生産しているな。藤田さん、お花屋さんに行くとガーベラって全く葉っぱがないんですけど、実はこんなにあるんですね。そうですね、葉っぱがあると水分が蒸発してしまうので、日持ちをさせるため葉っぱを取ってから出荷をしているんです。そうなんですね。でもガーベラってほんといろんな色があるんですね。ガーベラは日本だけでも500種類ほどありまして、ここでしか作っていない品種もあるんですよ。そうなんですか。浜松は温暖な気候や日照時間、水が豊富にあることからガーベラ栽培に適していると言われ、ここで開発されたオリジナルガーベラもたくさんあるな。藤野さん、ここガーベラがいっぱいありますけれども、はい、こちらはパッキングセンターです。僕たち農家が収穫した花を一度ここに全て集めて箱詰めして出荷しています。はい、でもこういうとこがあると農家さんは助かりますよね。はい、この施設を持っていることが僕たち浜松 PC ガーベラの強みですね。久保さん、世界ではバレンタインに男性から女性に花を贈るフラーバレンタインという習慣があるんですよ。どうぞ。あ、嬉しい、ありがとうございます。女性はこんな綺麗なガーベラもらったら喜びますよ。世界でのバレンタインは男女がお互いに愛や感謝の気持ちを伝える日。男性から女性に花を贈る習慣はイギリスが始まりと言われ、今や世界中で広がりを見せているんだ。女性はお花大好きですから、今年のバレンタインはぜひガーベラ送っていただきたいですね。はい、そうなると嬉しいですね。送ってくださいね、お二人も。ぜひ、はい、私も欲しいよな。ぜひ皆さんも浜松のガーベラで感謝の気持ちを伝えましょう。久保さん、次回もよろしくね。浜松大好きよな。